はいどうも、千代太郎です。今回なんですけど、今回は、埼玉県の岩槻市のね、にぎわい交流館岩槻っていうところで、メダカのね、イベントがあるっていうことで、今日ね、伺っています。で、まあ、天気の方があいにくの雨なんですけど、今見た感じ、まだね、10時からなんで、今現在時間が9時半ぐらいなんですけど、出店する方々準備とかしてるんで、雨天決行っていうことで開催するみたいなので、イベント開始になったらちょっと僕の方でもカメラ回しながらレポートじゃないですけど、そんな感じで撮影していきたいと思います。それではどうぞ動画の方をご覧ください。ステッカーいただいちゃいました。はい、で、あいにくの雨なんですけど、今ね、そちらの方でね、メダカすくいやってるんで、そちらの方の映像もね、ちょっとね、撮っていきたいと思います。なんかもう慣れた感じですね。上手だ。惜しいです。惜しい。取れるな。またまたステッカーいただいてしまいました。かわいい。ありがとうございます。よく似てますね。ネロちゃんメダカさんですね。かわいい。看板犬。かわいい。すみません、YouTube の撮影なんですけど大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。すみません。すごい楽しみにしてた。YouTube 来ちゃいましたよ。あ、出ますか？マイルメダ
カです。だいぶメダカさんですね。あ、よろしくお願いします。あの、インスタフォローしていただきましたよね。そうですね。今それあの名札っていうかワッペン見えたんで、あ、インスタフォローしてくれてるから多分撮影しても大丈夫かなと思って。よろしくお願いします。ステッカーいただいちゃいました。いただきました。だいぶメダカさんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。撮影大丈夫ですか？ありがとうございます。今日はお店が何ですか？ちょっと待っていいですか。はい、オリーブメダカさん、はい、香川県。香川県、結構遠くないですか？随分遠いところから、はい、いらっしゃったんですね、はい、なんかおまけがあるんですね。あ、お子様になんかいただいて、はい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 、そうですね。鬼滅で安定ですね、大体ね。YouTube の撮影大丈夫ですか？ありがとうございます。おしゃれだな。メダカゴルフさん、はい、かっこいいですね。ありがとうございます。こちらがメダカゴルフさんのブースになりますね。観覧車なんかも置いてあるみたいですね。これが最近流行りのコロタマボールってやつですかね。はい、今日はあの埼玉県岩槻の方で、ね、メダカの、ね、こうイベントがあったんで、こちらの方を撮影させていただいたんですけど、驚くことにね、なんかね、出店してる方々、あのメダカ屋さんじゃないんですよ。メダカ愛好家さんたちがこうみんなで集まってで、やろうかっていう形でやってるイベントらしいんですけど、あのメダカの質が高くてびっくりしました。なんかもう下手なメダカ屋さんより、やっぱ愛好家っていうだけあって、ちょっと曇るな。愛好家っていうだけあって、やっぱりなんか思い入れがあるのかなっていう、ね、印象を受けましたね。はい、ありがとうございます。すみません。亀高の園さん、もう速攻売れてないです。はい、ということでね、あの小島メダカさん、川の中のメダカさん、亀高の園さんの、メダカ展示、即売会開始1時間まだ経ってないですけどね、人結構やばいですね。200人ぐらいおるんかな。もうほぼほぼ完売でございます。もうちょっと早く来てればね、ちょっと見れたんですけど、はい、こんな感じでした。